はい、毎度山寺です。この日はですね、1泊1200円のドヤに泊まりましたよ。お店はですね、ドヤはですね、愛和というところです。南波屋のね、斜め向かいぐらいにあるドヤですわ。一番安い1200円の部屋に泊まってみましたよ。ですね、今日はドヤに泊まります。どこのドヤかっていうとですね、1200円の部屋、これ見てください。愛和っていうところです。今日はね、どこもドヤ空いてなかったんですよ。324号室どこやねんっていう話から始まるんですけども、とりあえず324号室行きます。ドヤに来ました。ドヤねんみたいな感じで、一番安い部屋泊まりました。1200円です。でもね、ちゃんとクーラーもついてますよ。クーラーとテレビはついてます。ただ冷蔵庫はございません。ドヤですよ。ドヤだけにドヤねんみたいな、しょうもないね。まあ西成のドヤ、場所はね、愛和、山寺、1200円、324号室。鍵はね、1000円で、借りれるんですけども、鍵は借りておりません。おしっこ行くときは、あれですわ、荷物持って行くことにいたします。全貌はこんな感じです。あ、全然でもね、1200円でこれだったら全然 OK でしょ。まるっきり問題ない。1200円で泊まれるんやから、ありがたいお話ですよね。テレビ見れて。もう私ね、今日はここで寝かしてもらいます。では山寺でした。ありがとうございます。